こんにちは、なるです。今回、今トイレで撮ってるんですけど、これいろいろ事情がありまして、いつにドッキリを仕掛けたいと思います。見てこれ、もうどっからどう見てもハンドスピナーなんですけど、実はここのこことここに電流があって、いっどビリビリおもちゃになっていて、ハンドスピナー回そうとして、ここを掴むとこうね、回転せずにビリビリっていう処置が走るっていうグッズを私見つけてきちゃったので、ちょっとね、いつもイッチには仕掛けられまくられてるので、今日は私が仕掛けたいと思います。こんにちは、イッチです。なるです。今回は何、今回はなんかさ、今まで私たちってハンドスピナー何個か紹介してきたじゃん、うん、で今回は、うん、もうね、ハンドスピナーのブームってもう少しで終わるんじゃないかなって、いや、もうちょっとトレンド遅れじゃない、大丈夫思ってたんだけど、うん、なんと新型のハンドスピナーをちょっとね、じゃあ私本当に分かんないんだよね。なんかナルがワクワクして持ってきたんだよ、今回。今まであの UFO キャッチャーとかで撮ってきたけど、今回はお店で見つけてきました。なんだろう、今回のは圧力で回転するハンドスピナー。え、どういうこと？え、それってやり心地ある？どういうこと？よし、紹介します。じゃん、圧力スピナー。え、私はね、さっきやったらもうめっちゃすごかった。え、何、先にやったの？だって私がね、持ってきたからこう、だからあの、イッチに体験してほしくて。早くやりたい。普通のハンドスピナーの感覚って、うん、あの、覚えてる？覚えてる覚えてる。しかも結構気持ちいい感じするじゃん、ずっとやってると。均等に力が加わってる感じ。これはね、もっとなんかすごい手応えがあるみたいなの。え、どういうことだ、うん。じゃあもうね、この新感覚の感じを味わってほしいんだ。どういうこと？はい、じゃあカメラに向かって。はい。見た目なんかリボンみたい。うん。え、普通にこうだよね。うん。感じ、わかりましたか？ビリビリしました。めっちゃ痛い。初めてドッキリが大成功。ひどい。やったー。これをね、私はお店で見つけた時に私にも電流が走った。結構強力な電流が流れた。思ったら電動にしては軽いんだと。え、結構響くんだけど。さすがにそこまで読めなかった。よっしゃー。うわー、くそー、悔しい。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。この野郎。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな？まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。